こんなもんでいいのかな。いいね、黒に統一されててシックな感じでおしゃれでいいね。はい、どうもこんにちは。今日は新しい水槽の立ち上げになります。ついに寝室にまた水槽を立ち上げることになりました。まあもともとね、寝室に水槽置いてたんですけど、撤去したんですけど、ちょっとね水槽余ってるし、いろいろね道具もあるから、やっぱり水槽を立ち上げたいなという思いが強くて、この寝室に水槽を立ち上げることになりました。でね、装備を紹介すると、今これは 45cm の水槽ですね。で、水槽台に関しては昔このね 60cm のやつ、ことぶきのプロスタイルだったかな、まあここから始まったというね、メイン水槽最初これだったんですよ。で、今はただただ置かれてるだけっていう感じになってるんですけど、まあ、せっかくあるし 45cm の水槽も余ってるので、これで、寝室にね水槽を立ち上げていこうと思っております。じゃあ早速、装備紹介なんですけど、45cm の水槽っていうのは先ほどお話した通りで、で、ライト。これはね、ジェックスのパワースリムってやつですね。これ初めて買ったんですけど、まあ、ホームセンター行った時にちょうどこれがあったんで買いました。まあ、45cm に付けられるやつ。で、あとこれが、ことぶきのトリプルボックスですね。これももともと買って使ってたやつです。前にこの開封動画上げてるんで、もしよかったら見てみてください。ことぶきのプロスタイルですね。で、プロスタイル用の、スポンジ。で、あとは、介護堂のスポンジフィルター。これは、火星の水槽に使ってるのと同じですね。で、あとは、エアーは、水深。まあ、エアーね、もうね、いっぱいあるんだけど、とりあえずね、この水深のちっちゃいやつを使います。まあ、静かだしね、寝室だったらこれが一番ベストかな。で、あとは、これがロザイかな。ロザイは、前に他の水槽で使ってた余りですね。これは、毎回お名前忘れちゃうんだけど、パワーハウスかな。パワーハウスってやつの、L サイズだったかな。あの、水作ジャンボの下とかにも入れてるやつ。で、砂利は今回、ベアタンクではなくて砂利引きます。で、これが、これも、火星水槽の撤去した砂利、あの黒い玉砂利、ストーンディーラー新生の黒い砂利、基本的にはまあありものを使って立ち上げてる感じ。まあ新しく買ったのはスポンジフィルターとライトぐらいかな。後ろはね、バックスクリーンを黒にしてます。まあ今回は黒スクリーンでいこうかなと思っております。ちょっと早速ね、いろいろ設置していくので、まあもろもろね、ろ材洗ったりとか準備していきます。はい、とりあえずろ材洗ってきました。で、パワーハウスのね、優秀なところがね、このカメラが音拾うかわかんないんだけど、拾わねえか、シューって言ってるんですよ。まあ要は穴がいっぱい開いてるんで、そこに空気がたくさん入るって感じかな。バクテリアもちゃんと住まうと。砂利から引いていくか。じゃあね、砂利はもうこれもう洗って天日干ししたんで、このまま開封しちゃいますね。ちょっと量がどのぐらいかな、まあでもちょうどいいかな、多分ちょっと多い。あ、こんなもんでいいのかな。あんまりね、厚めに引きたくなくて、うん、こんなもんでいいかな。そんなに厚めに引かない方がいいんですよね。こんなもんにしときます。結構余ったな。まあ余った分はどっかに保存しておけばまた再利用できるから、とりあえずこんなもんでいいかな。ちょっとね、下が見えるぐらいでいいかなって気がするので。で、あとは先にじゃあスポンジフィルター、ちょっと反射しちゃって見えない、もしかして。ちょっと見えにくいから先にライトを開封してつけちゃいますね。そう、前に使ってたライトが壊れちゃってさ、 45cm のライト持ってたんだけどね、壊れちゃったから買う羽目になりましたね。意外とね、薄くておしゃれ、いいね。なんかシンプルだね。ジェックスって書いてある、かっこいいね。うん、いい感じですね。これこのままでもいいのかな。なんかこのままでも良さそうだね。一応台座みたいのついてるから、まあせっかくだからつけるか。台座みたいなやつ、これついてるから一応つけましょうか。あの、余計なものがないのが一番好き。お、いいね、かっちりはまる感じだね。こんな感じ、かっちりはまります。ここをね、挟み込むようなイメージでつけられる。やっぱ小型の水槽はこういうところがいいよね。設備がさ、ややこしくないというか、小規模だからすごい扱いやすいよね。はい、電源つないだんで、じゃあ点灯します。3、2、1、ファイヤー。いい感じですね。
じゃあ、ジョブフィルター設置していくか。まあ、ジョブフィルターは適当にポンでいいんだけど。いいね、黒に統一されててシックな感じでおしゃれでいいね。じゃあちょっと今度はアングルを変えて、炉台をね、ここに入れていきますよ。パワーハウスをね。でね、そんなにこれ入らないんですよ。あの前の動画見てくださってる方は知ってると思うんですけど、スポンジが結構分厚いのでそんなにたくさん炉材は入れられないですね。ジョブフィルターってそういうもんなんだけど、まああとたくさん入れりゃいいってもんでもないしね。であとこれか、これを設置しますね。そう、これがね結構分厚いんだな、実は結構あるんですよ。なんでこれを考慮すると、まあ、そんなにたくさん炉材入れちゃうと、まあ、そもそも孤立が入らなくなっちゃうのでというのがあります。まあこんな感じです。でこれにこいつをかぶせておけばいいんだよね。こういう感じです。ちょうどいいね、目分量でここまで持ってきたのは素晴らしいね。であとはこれ蓋しておいて完了です。モーターはねこんな感じなんですよ。こうやってね、あのゴムでくっつく感じ。はい、これでねとりあえず装備の設置は一通り完了しました。じゃあね、もうあとは水入れて稼働させるだけなんで、ちょっと水入れる前までちょっとカットします。はい、とりあえず水用意してきました。とりあえず25リッター用意してきたんで、じゃあ入れていきます。意外と入るね、この水槽。まあ大体こんなもんかな。大体30リッターぐらい入りましたね。まあちょっと満杯すぎるかなって気はするんだけど、これからジョブフィルターのスイッチ入れるとジョブフィルターの中に水がいくんでちょうどいいかなって感じになると思います。じゃあまずはジョブフィルターの電源を入れます。はい、ジョブフィルターの電源入れました。徐々に多分水位が減っていく感じになると思います。まあちょうどいい感じかなと思います。30リッターぐらい入ってるってことね。エアーはこんな感じです。まあ十分でしょう。まあ電気を消すとこんな感じですね。まあちょっと今昼間なんで後ろに太陽の光が出てますが、十分綺麗かなって感じがしますね。よし、ちょっと、毎回このさスポンジフィルターの置き場所に悩むんだけどさ、結構真ん中に置いてる人多いよね。だから真似する。真ん中に置くとなんかいいことあんのかな。あれなのかな、水流の拡散的にやっぱいいのかな。まあちょっと分かんないけど、とりあえず真似しとくわ。こんな感じになりました。やっぱね、水槽立ち上げるのは毎回毎回楽しいね。本当にいい感じに立ち上がりましたね。立ち上がり？立ち上げ？ちょっとね、まあこの水槽はまだ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 全然立ち上がってないので、しばらくはねもうこの状態でずっと回していくことになると思うんだけど、まあ立ち上がったらまた一応黒ランチュー専用の水槽にしようと思っています。もう黒ばっか、黒大好き人間だから、黒が好きなんで黒ランチューの水槽にこれはするつもりでね。前にもちょっと話したけど、やっぱね寝室に水槽あるとね結構ね穏やかな気持ちになる気がしますよ。まあ水替えでこぼしたりっていうリスクはあるんだけど、まあそれはね気をつけりゃいいだけの話だから、結構ねやっぱ綺麗に感じるので心が穏やかになった気がするよ。2つ目の水槽になりますかね。ちょっとしばらくまだ金魚鉢を活動できてないんですけど、まあ、ちょっと金魚鉢のあり方についてはいろいろまだ今考え中なんで、これからどうなるか分かんないけど、とりあえずね寝室の水槽としてこれを立ち上げたので、これからこっちも楽しみにしていてください。はい、ということでご視聴いただきありがとうございました。今日はね、立ち上げということで、一つ水槽また新しくなったんで、こっちも楽しみにしていてください。今日買ったものについては概要欄に載せとくので、気になった人はチェックしてみてください。他の動画もぜひよろしくお願いいたします。それではバイバイ。